はい、動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。今回は、ビバイの写真を、ご紹介しております。ビバイフォトーズの、ご覧の通り、南ビバイ編です。あんまり写真の数は多くないんですけれども、いくつかちょっと味のある写真が残っておりましたので、ご紹介したいと思います。山本商店さんですね。確か新徳にもお店ありましたよね。友達が近くに住んでて、ここ、新徳のお店にはよく行きましたね。南ビバイのこちらの店舗、今も営業されてるんでしょうか？あと、三笠の道の駅に山本商店さんって出店されてたと思うんですよね。何のお店だったかちょっと覚えてないんですけども、買ったものはすごく美味しかったような気がして覚えてます。もし三笠の道の駅に行くことがあることがあれば、どんなものがあったか、コメント欄等に書いていただけますと励みになります。よろしくお願いします。スナックの看板が出てますね。この写真撮ったのが2014年頃だったと思うんですけれど、確か自転車で来て、まあ、南米の写真を撮るということをやった記憶があります。で、結構こういったお店が残ってまして、当時まだ南ビバイでこういった飲食店だとかに入ったってことはなかったんですけれど、去年かな？初めて南バイに夜に来てお酒を飲むということをやってみました。で、ビバイの中じゃ結構有名らしいんですけれども、アベちゃんちっていう、まあ、居酒屋に来てみたんですけれども、結構お客さんで賑わってたんですよね。南ビバイってこうちょっとアクセスもあんまり良くないので、ちょっと寂しいイメージがあったんですけれども、全然そんなことなくて、お客さんがかなり入ってました。なので、まあ地元の人だとか、あるいはそれ以外の地域の人からも結構慕われてるお店もあるんだなっていうのは、改めて認識させられたところですね。このお店でお茶を買いました。で、こう、百貨店みたいな名前だったと思ったんですけど、ちゃんと名前を覚えてなくて、Google マップで調べたところ、滝川百貨店さんというらしいです。で、今、Google マップで調べたところ、もう店舗がないみたいで、まあ、ちょっとこう、カメラの映ってる角度とかによって、まあ、角度とかによっては、ちょっと映ったりする映像もあるんですけれども、サイドビューで映らないその映像もあったりするので、もしかしたらこう、もう店舗はないのかもしれないですね。で、おばちゃんが一人で営業してて、お茶を買ったんですよね。その時のお茶がこれなんですけれど、確か期限が近いからみたいな理由で、このお茶割引して売ってくれたような記憶があります。感じのいいおばちゃんでしたね。南ビバイを語る上でちょっと欠かせない話がありまして、ここが南ビバイの大通りになるんですかね。で、ここさっきお話しした安倍ちゃん家ですね。映画の楽屋になったって話を聞きました。それで、この向こう側にあるのがさっきの滝川百貨店があったとこだと思います。ちょっと Google マップでは、建物ないんですけれども。で、逆側ですね。で、この山の方向に向かってこう行くとですね。もうちょっとですかね。で、ここから先、Google マップではないんですよ。で、ここでちょっと戻るというか、そのマップに移るんですけれども、ここのところなんですよね、今、なくなったのが。で、ここから先に実は道があって、結構山の奥まで続いてる道があるんですよ。で、ここで分岐してるんですけれども、これですね。
こっちの方向に分岐してる道があって、実は落合町につながる、道があるんですよ。昔私、山走れるパジェロに乗ってた時期があって、そのパジェロでこの道通ったことあったんですけど、なんか冒険してる気分になりましたね。で、逆にこっち側の方に行くと、三笠に出る道があるんですよ。これも三笠の町ですね。で、出口ら辺は、写真あるかな？あ、ありますね。で、これ三笠の方に行く道だと思います。で、こっち方面が美唄に行く方の道ですね。で、確かここのダムみたいなのもあったような記憶があります。あの時の映像あればよかったんですけれども、当時そのスマートフォンもなかったので、そこの映像撮れませんでした。なんか、こういう道って今も使ってる人いるのかな、なんかこうすごい冒険心が、なんかワクワクしたんですけど、こっちの方行ったら何があったんですかね。こっちの方には結局行ったことなかったんですけれども、そんな話ですね。ちょっとこの道ちょっとご紹介したかったんでお話しいたしました。秘密のこう冒険の道からまたちょっと写真のお話に戻るんですけれども、おそらく美唄川の上流の部分じゃないかと思います。脇の方には木造の家もまだ残っておりまして、なかなか趣深い風景かと思います。で、神社の階段を登っていきます。はい。で、階段登りましたら神社がありました。確かここでなんかお参りちゃんとして、挨拶して帰ったような気がします。はい。では今回の動画はこれで終了にしようかと思います。もう美唄の写真ももうネタが少ないのですけれども、まあ、可能な限り美唄のネタまた集めて、発信していこうと思いますので、またご視聴いただけますと幸いでございます。では、今回はご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。